グスタボ・アルフォンソア・ヨン・アギーレは、メキシコのヤリット・州テ・ピク出身のバスケットボール選手。リーガアク部のレアル・マドリード・バロンセストに所属している。ポジションは C ・ PF。2003年から3年間メキシコ国内の大学でプレーした後、2006年に l n b p でプロデビュー。2009年にリーガアク部のバロンセスト・フエン・ラブラダに移籍。 ローン一席を繰り返した後2010から11シーズンに同チームに復帰し、当シーズンのライジングスター賞を受賞した。2011年12月、アイオンはバロンセスとフエンラブラダとの契約をバイアウトで合意し、ニューオーリンズ・ホーネッツと3年契約を締結。念願の NBA 入りを果たした。短縮シーズンの66試合制となった2011から12シーズン。 アイオンは54試合に出場し24試合に先発出場。平均5.9得点に4.9リバウンドと低迷するホーネッツのインサイドで奮闘した。しかし、2012年7月11日にライアン・アンダーソンのサイントレードの一環としてオーランドマジックに移籍。しかし、マジックではニコラブチビッチらとの争いに敗れ、翌年2月に JJ レディックやトバヤース・ハリスらが絡んだ大型トレードでミルウォーキーバックスに放出。そしてシーズン終了後に解雇された。2013年7月29日、アトランタホークスと契約。しかし2013から14シーズンは26試合の出場に終わった。2014年9月23日、アイオンはサイアントニオスパーズからのオファーを断り。 リーガー区部の強豪をレアルマドリード・バロンセストと契約。2014から15シーズンは、ユーロリーグ、リーガー区部、コパ、デルレーで優勝を経験し、3冠王を達成。翌2015から16シーズンも国内リーグ優勝を経験した。2016年7月、レアルと3年間の延長契約を締結した。2007年にメキシコ代表に初招集。 以降、同国代表の主力として活躍している。ありがとうございます。